Kindle のバージョンアップで PDF で日本語が出るようになりましたということなので、試しにですね、青空文庫のやつを入れてみました。 PDF にして入れてみました。こんな感じで日本語がねちゃんと表示されます。素晴らしいですね。これは、今縦書きなのですが、横書きのものが本当なので、こんな感じです。青空文庫のやつがですね、横書きのやつをコピペして、オープンオフィスオルグのライターに貼り付けたのを PDF で出力しました。これ今横書きですけれども、 Kindle 本体が縦ということなんで、これを横にするとですね、ちょっと文字が大きくて見やすくなるかもしれませんね。こんな感じ、ちゃんと日本語が入ってますね。 PDF であればちゃんと読めるということなので、これでちょっとね日本語を使えるということで、Kindle の使い勝手がねかなり変わるんじゃないでしょうか。ということで今日は Kindle の日本語を読む方法ということでやってみました。